テイトライクは、大韓民国テグ広域市出身のプロ野球選手。サムスン・ライオンズへ入団後、2010年5月14日のネクセン戦で先発初登板したが4回13、失点と洗礼を浴びた。6月30日の登板を機に中継ぎとして、起用された。2011年は、投手陣の層が厚いチームの中でも中継ぎに先発に、起用され。 6勝を記録し、成長の後を見せた。5月25日、ロッテジャイアンツ戦で、リオ・ハルに3打席連続本塁打を浴びたが、すべてソロ本塁打で試合も引き分けに終わった。2012年11月より軍へ入隊し、2014年まで、勝負に所属した。2013年10月、東アジア競技大会の野球韓国代表として、出場。 2015年より三世に復帰。2019年以降未勝利で、2020年10月31日、サムスンよりウェーバー工事された。自由契約後、同年12月にハンファイーグルスと育成選手として契約した。2021年5月21日、ハンファの所属選手として追加された。しかし8試合しか登板できず、 シーズン終了を待たずして10月14日に、金川、テーブリ、ヒロシ、テイコウウン、カナシヒジョヒトシなどと共に、ハンファからウェーバー工事され、10月21日に自由、契約選手となった。ありがとうございます。